知大学4年生、さあスタートしました。高知大学4年生、クライミング部キャプテンの森本、初めてのサードステージ、クレイジークリフハンガー。さあ反対側に飛び移る、飛び移る、 1.8 メートル飛び移った。緊張の面持ちで見つめる。さあ行った森本裕介、サスケくん。さあ大学院2年生だったサスケくん、森本、ここが勝負どころ。作戦を立てて、さあ行った、ウルトラクレイジークリハンガー、突起物3センチ、よし、詰まった。サスケくん、森本初体験のウルトラクレイジークリハンガーはどうだ。上下に90センチ移動する。見て見て、そして今最強のサスケ挑んでいく 1.8 メートル先へ。そしてウルトラクレイジークリハンガー上下90センチ動く。タイミングはここでいいか、いった、掴んだ。大勝負に出る、ゼッケン100番森本裕介。まずは突起3センチ、そして上下動する赤いバーを掴んだ。森本が行く、クリフハンガーディメンション、まずは上下動、ここを飛びついていく、いた。クリフハンガーディメンション動きを確認する。これまでサスケくん、森本裕介はクリフハンガーで失敗したことがない。